高橋由一チャンネル。神奈川県が自主療養を開始し、その中で悲観する意見もあるようですが、どう思いますかというですね、うん、まず自主療養って何なんですかって言いたくなるけれど、はい、どんなあれだよね、あの病気も、まあ、軽いうちには自分で判断して仕事休んだり、体調悪かったら寝たり、はい、でしますよね、はい、でそういうのが自主療養だと、なんであのわざわざ神奈川県があの言うのかなと、自主療養ってなんでわざわざ言うのかなっていう、うんうん、そういうふうにもし言いたいんだったら、流行り病のことが、はい、まあ、あの感染症法上の位置づけを、うん、あの二類相当にしなければ、はい、みんな自主療養だよね。そうです、うん、だからわざわざ言わなきゃいけないってことは、あの感染症法上の扱いが二類相当になってるからわざわざ言わなきゃいけないんでしょ。でそれだったらもう五類にして季節性インフルエンザというふうな位置づけにすれば、あの全てが解決するよね、はい、だからこれ神奈川県だけがこういうふうにやってるっていうわけじゃないんだろうけど、他のところもみんなあの大変だろうからね。それだったら二類から、あの二類相当から五類相当へ、まあこれあの政令改正ってんですぐできるから、はい、あのもう1日2日でできるんですよね。スルスしたらよろしいんじゃないのね。それをやりたがるんだよな。よくわかんないですね。うん、これはもう、的に言って、この子に呼ぶとよくわかんないですよね。この番組にも言ったけど、本来であると、まあ、あの、去年の、10、11、12ぐらい、うん、はい、でその時に厚生労働大臣とか、あとワクチン担当大臣に変えなければね、はい、多分そういう検討したと思いますよ。あのだって前の体制の時にはある程度下がったそういう検討するってことになってたからね、はいはい、だから同じ体制だったらそういう検討したんだろうけど、まあ、大臣変わっちゃったでしょ。そうするとあのゼロからやり直すわけでしょ、はい、ゼロからやり直す時に現状そのままで普通やるんだよね。で新しく大臣になると、要するに新しい判断はちょっと最初は躊躇するわけ。あんまり検討しないで行ったら、これはもうその後に新規感染者が増えたらもう検討できないんですよね。検討してももう手遅れになるわけ、うん、だからそれは今そういう手遅れの状況になってんじゃないですかね。今からやるっていうのは全然無理なんですか。無理ではないんだけど、おそらくでもたくさんね感染が広がっている時にやるっていうのはちょっと普通の人の感覚とも違うでしょ。感染が広がってるのにっていう、だからその感染が広がってるのにって、なぜやるのってマスコミが批判した時に、それをきちんと説明するのは結構大変で、あの毒性がどうのこうのとかね、きちんと言わなきゃいけないでしょ、はい、で もしそれが言えてもね、はい、じゃあなんで前やんなかったのって言われるの嫌なんで、一番それ質問が一番きついんだよね。なんで前やんなかったのと。それがきつい。それきついですよ。うん、それはだから前やんなかった、すいません、ちょっと大臣新しくしちゃってたって言えないもん。大臣新しくしちゃってってんだ、それなぜ新しくしちゃったんですかって、いや岸田さんが新しい 新内閣だからね、人事やりたかったんですよなんて言えないじゃない。そんなもんざっくばらんに言えたら大変だけどさ、言えないもん。だからもうあのこういうのってのは一回手順前後するとずっとちょっと手順前後で間違うっていうのはよくあるパターンなんですよ。やっぱり人事のところなんだよね、最新に一番重要なのはね、人事のところで、あの要するに今は非常にあの戦時体制っていうかね、有事みたいに近いから大臣を変えないっていうね、これ常識的判断なんだけど、これができるかできないかだよ。だからできなかったんだよ。人事の失敗って言えないんだよ。言えないから辿っていくとそういう話になるからね、言えないくて、だから今もなお動かないってことなんだよ、うん。これ五類にしたら、その濃厚接触者っていうのも、うん、基本的にないよ、なくなるな、あんなもんは別に。だから季節インフルエンザで濃厚接触者なんて言わないでしょ。言わないで、季節インフルエンザの扱いと同じにするかしないかってことなんで、うん、要するに自主療法ってのは季節インフルエンザも基本的に自主療法ですよ。あ、うん、で濃厚接触者も言わないし、はい、で別にイベント制限とかね、はい、移動制限も言わないでしょ。言わない、うん、だからそれと同じにするかしないかってことで、海外なんかを見るとね、もうみんなそうなんだけどね、マンボウもないし何もないんだよね。でだからマンボウなんて別にやってもやんなくても、あの効果効果あんまりないってことは海外見てると分かるわけ。別にあれやったからといって、それで感染者をどうして下がるんですかって言って、みんないろんな理屈するんじゃない、マンボウの効果があったら、あれそうじゃなくてね、自然の摂理なんだよ。
自然の摂理っていうのはね、この間ね、大阪なる番組でね、休憩期間中にね、私がちょっと言ったんだけどね、はい、やっぱりね、これはね、ちゃんとしたね、医者のね、人に言ってもらわなきゃいけないってんでね、はい、立ってた人にね、はい、まあね、K. 森尾さんという方にね、言いましたよね、はい、自然の摂理説明しないとした方がいいですよ、つったらね、最後説明してましたよ。うん、自然摂理っていうのは上がって下がるんだけど、そのメカニズムなんだよね。うん、これ遺伝子的に言わせると、今の有力なのは、何回も何回も遺伝子っていうのは複製していくわけね、ウイルスはね、はい、複製していくんだけど、あんまり大きくないですけど、複製失敗するんだよ。複製失敗して、複製によって複製のちょっとのミスで実は変異も起こるんだけどね、変異とともにミスがあるからウイルスとして成り立たなくなっちゃうっていうのはあるんだよ。へー。だからその複製っていうのは何回もすると正確にやっていけばいいんだけどね、はい、複製っていうのは正確にできなくて、正確にできないから変異があるんだけど、変異とともに実は複製がうまくできなくて、もう長い間ね、生きウイルスがね、生存できなくなるっていうのもあるんで、だから変異があるってことはね、実は複製の失敗もあるっていうふうに私なんか思うわけ。だからそれが原因らしいんだけどね、まあ、これはあくまでも仮説ですけどね、これはぜひ研究なさったら面白いですよ。岸田さんが緊急事態はまだ考えないみたいな、このオミクロンが、はい、あと1週間ぐらいでピークを迎えそうだって予測ができるわけ、はい、私この予測はもう1ヶ月前にしてるんだよね、はい、予測できるから実はこれをしのいちゃえば緊急事態宣言ないと思ってるって精神判断だと思うよ。それも岸田さんには入ってるんですか？もちろん入ってる。だって私が簡単に予測できるのは1ヶ月ぐらい前に予測できるような話なのか、そんなの分かるって、うん、このくらい予測できなかったらもう節穴ですから。あ、うん、私もこれテレビで言ってるんですよ、大胆にも。そうあのテレビね、この手の専門家いないからね、私が喋んなきゃいけなくなって大変なんですよ。じゃあ間もなくこのままで終わっていくんじゃないかと。終わっていくんだけど、どっかでやっぱりこれは5類にしないと最後の収束っていうかね、締めにならないんだよね。だからいつするかだよね。だからでもあと1週間ぐらいでピークが迎えそうなんだけど、その後1ヶ月ぐらいはまだ続くからね、まあちょっとずつ下がりながらね続くから、その後になるんじゃないかしらね。普通下がりきったところぐらいじゃないとやりにくいよね。あと1ヶ月ちょっとで下がりきるから、その後1ヶ月ぐらい下がってるのを見ててやるんじゃないかな、そんなくらいの感じだ。だから今から2ヶ月ちょっと先ぐらいでないかなという気がするけどね。そこでやんなかったら、うん、地方だよ、忘れちゃったってレベルで。その可能性はなくもない。その時はみんなが言うんだよ、また言ったらね、ちゃぶ台返し、得意のちゃぶ台返しが出てきますから、私はそんなこと言ったことありませんとか言ってね、ひょっとひっくり返すよ。それに期待しました。まあね、今ちゃぶ台返ししたらね、面白いと思うんだけどね。さすがに嫌なんでしょうね。自分の火の粉が降りかかってくるのは分かってるからやる、ね、だから自分の前の人事の話とかね、こういうことを言われた時にちょっとうまく答弁できないから今はやらないでしょうけどね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。